俺 Z900 がね、はい、やっぱダメです、パンクしてて。本当ですか。結局この間関西行った時修理したんだけど、やっぱ抜けててダメでしたね。あらー、タイヤがもうダメです、ということでジプシーロングさんと合流しました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。僕遅いですけどよろしくお願いします。いやいや、私の車も遅いですじゃあもう今日がっつりもう日付が変わるまで返さないって感じですいや俺そんな持たないから俺体力ないんで。そんな遅くまで行ったらですね、どっかのファミリーリゾート川端の人がライブやろうとか言い出すかもしれない。ちょうどいいじゃないですか。とりあえず、はい、伊豆高原の桜並木を通って、細野高原行っちゃいましょう。はい、その後どうします、何食べたいですか、ステーキですか、カレーですか。だから結局その飯がそっち方面になっちゃうから、結構また時間かかるんですよ。いいの、関東の人でいいですか。関東の人ですね。もうね、もう2ヶ月経ちましたからね。結局九州は何年、九州12年いました、ね、長崎に。あ、やっぱりじゃあでも言葉映んないですね。そう、いやでもね、時なんかね、長崎の人と電話で喋ると出ますね。ああ、もうこっち来てから出るんだ。やっぱりこっちの人と喋るともう普通の会話になるんですけど、はいはい、じゃあ俺なんかあったらもうシティーボーイでしょうがないですね。標準語ってやつ。標準はい、ここから伊豆高原のね桜並木が、はい、3キロほど。へえ、そんなにあるんですね、すごい。あ、だから車は多いんだ。一番いい時、俺。本当だ、任せてくださいよ言ってくださいよ、河津桜なんか目じゃないってちょうどいいですね、やっぱトンネルになってるからね、やっぱ違うでしょ、そしてこれが例年ですと、提灯つけ上がるんですよね。あ、あれない方がいいんだよね。そうですね、このままの方が綺麗ですね、そう。だから今年はないんですよ。あ、なるほど、コロナのせいで。まあこれも一直線に桜並木なんですけど、どこだっかな、これ右に曲がっても多少並木なんですよ。だから一応みんなこっちも曲がると。すごい花がこっちね、待って、すごい綺麗。もう高まっちゃったでしょ、高まっ、もう今日間違いが起きそうですわあ、これ綺麗ね、すごい桜吹雪ね。まあ例年ですとね、周りいっぱい人歩いてるんですけど、全然いないですね、はい、ほぼ終了。すげえ、これ往復してもいいぐらいですよね。ねえ、本当ですよ。まだ横浜来てまで坂道おじさんやると思わなかったいやいや、あれはね意外と要望が多くて横浜マジ坂多いっすよ、あれ。あ、多いっすか。多いっすよ、なんだこれみたいなね。やっぱ中心部から離れたら一気にあるのかな、それは。はいはい、だから僕が住んでるのは戸塚なんですよ。はいはいはい、あの辺り山があるんで、もう数々の坂をね登ってきてるあれジプシーさんだから、もう細野高原なんかへのカッパですから。そんなことないですよ。いやいや、なんかやえしてる。これはこれはあ、なんだ、手振ってたぞ。なんか仲間が増えたな。つつけんくんとようちゃんが待ち伏せしていましたいや、手振っててね、いや、私も全然気がついてない、全然気がつかなかった。あるだろうな、お二人には申し訳ないですどこのドイツだと思ったらこのご時世に浮かれてやがってと思ったら結構登るんですよ。登ってますね、だいぶ私好みの坂がまたまだこのぐらいじゃ下り坂ですけど
ジプシーさんじゃまだ坂に入んないこれで。はい、まだまだこれでも下りでしょ。これ下りだったら横浜おかしい。これは結構登ってますね、本当に。まだ下りでしょ、これ。これを下りというまだ下りでしょ。いや、下り坂が終わんないな。でも下りの方が怖いんじゃないですか。怖いっすね。ね、だいぶ焼いてあるもんね。ですね。でもこれぐらいはまだ。うん。綺麗だ。ああすごい。うわあ気持ちいいこれ。俺何回も来てるけどいつも何回も迷う。そうなんですか。やっぱりみんなもうなんか積んでますね。本当だ。何撮ってんだろう。たまに対向車来るから。本当ですか。そうかそうか。登るってことは俺やっぱ車禁止してもらいたい。だってあそこにほら車いる。人がまだ取ってないところをね。ああ、山菜ね。いや、こんなに山菜取りがもういると思わなかった。ですね。ちょっと坂になってきました。あ、バイクいました。あ、本当だ。これは新しい。いいでしょ。最高っすね、これ。飛んできそう、俺。ちょっとくね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 、はい、よいしょ。非常に大きなバイクで曲がりやすい。ちょっときつなる。ゆっくりどうぞ。ラストスパートこの辺、もうあそこで終わり。はい、よいしょ。これもついもついよ。イエーイ。いるんだよね。ゴール。俺後ろ行きますよ。坂道のプロを見ますよ。あの左斜面行かないでくださいよ。やめてください。さあ下ります。景色いかがでした。景色最高ですね、ここは。ね、また緑の時にね。そうですね、緑とあとはススキの時は、うん、行きたいですけど、このバイクで来たくないです。レンタカー借りてこようかな、うん、もう坂道専用車をちょっと一台。一応このバイクも坂道専用車なんですけど。よっぽど専用じゃないですか。それだからいいんですよ。もうね、曲がってなければいいんですけど。いや、まっすぐ行ったっていいんですよ。なんとか曲がりきれないですもんね。 KLX でよかった。ただね、ガードレールも何もないからね。そうですね、うん、一歩間違えです。落ちたやつとかいないんですか。そしてこう突然こういうね、そうです、急なのが、急で曲がってるのに、うん、路面が悪くて。こんなとこ来たから腹減っちゃった俺。腹はね、減りましたよ。これでもこの道って覚えられないでしょ。覚えられないです。結構ね、分かれ道が。どれも同じに、うん、やっぱあれですね、余裕がないから坂道って笑えない。今日もう桜とここで撮れ高ありますね。ありますね。もうね、話が
2話、3話になる。さっきそっちの左の駐車場を通ってきたけど、はい、帰りはこっちの裏を通って。おーおお、あ、なるほどね、うん。先の方に出ると。つながっちゃいるんです。ジプシーさん、好き嫌いは？ん？好き嫌いあるんですか？ないです。食べ物、ないの？大丈夫です。へー。辛いのが苦手っちゃ苦手。まあ、俺も辛いのダメなんだけど、俺が食えるぐらいだから大丈夫だな。カレーでも、はい、あ、好き嫌いないってことじゃあデカ盛りもいけるってこと？ちょっとトライはしてみて、ネタ的にはね。あの、しつけが参ったりしてタッパに持って帰ったっていう。本当ですか？それダメだから。あれいくつなんだろう。ご飯が 1200g かな。うわ、おその人は猿と、はい、今度ようちゃんが前行きます、はい、じゃあアフリカツイン。違うだろうな、足が全く届かない。ジプロブさん知らないですか？え、何買ったか知らないですか？知らない。ようちゃん締め上げて聞くか。